ボートレース尼崎のマンスリーボートレース杯は8日予選最終日の4日目が行われた吉川隆人30イコール三重は 1R2 コースまくりを狙うた良辰りと抵抗するインの横井健太がやや膨らんだ内を指して白星ダッシュ 11R のイン戦はきっちり先舞いし連勝ゴールと構想得点率6位で予選をクリアした2日目に セット交換してから良くなっていて、足は全体に良い,い。S 缶も大丈夫。と整備の効果もあり、仕上がりは納得の域に達している。2024年後期適用勝率でキャリアハイとなる7、49をマーク。近況も玉川、2着。桐生、V、戸田、5着。と3節連続優で中だ。リズムはいいですね。自分のペラの形があって、たまたまだけど、 それで結果を出せていると思います、と好調の要因を明かす。ムードは良く、キパワーも味方に4節連続輸出を狙う。